はい、どうもこんにちは、水ニャンです。本日のサブチャンネル1本目の、動画になるんですけれども、今日はですねちょっと、小降りの、雨が降っている中ですね、外歩いております。で、まあその次期ね、参議院選挙に向けて NHK 党がなんとかですねガーシーを、出馬させようとね、説得をしています。で、まあガーシーさん自身もね、まあ出馬をするかどうか大変まあ悩んでいるようなまあ状況っぽくて、でワンチャンね次期参議院選挙にまあ NHK 党からまあガーシーが出馬するかもしれない、まあそういうね、雰囲気になってます。で、まあガーシーさんがね、まあ NHK 党から選挙に出馬した方がいいか否かについて、まあ僕の見解を、話すとですね、まあ僕ははっきり言うと、ノーです。で、まあなんでかと、言うとですね、まあ理由としては、まあそのガーシーさんっていうのは、まあ自分が今までね、たくさん付き合いがあって、で、女性をアテンドしたりした、まあ、芸能人の、暴露をね、してたりするじゃないですか。で、まあその暴露をしていく中で、まあ NHK 党から出馬をするとですね、まあ変にね、政治色っていうものが、ついてしまう。じゃあその政治色がついてしまうことが、今後ね、ガーシーさんがやっていくであろう芸能人の暴露に、僕はね、イメージとかの面で支障が出てしまうんじゃないかと。そういう風にね、考えてます。なので、まあ、やっぱガーシーさんがこれからもね、そのいろいろと、その芸能人の暴露をやっていきたいんだったら、そこに、まあ、その変なね、こう政治色をつけない方が、僕はね、いいんじゃないかなっていうのが、考えてるのが1点目。で、次にですね、僕が考えてることっていうのは、まあ、仮にね、こう NHK 党が、まあ、ガーシーさんを、参議院議員選挙に擁立したとしても、じゃあ果たしてどれだけ票が入るのかっていう話ね。で、今現状ガーシーさんは、まあ、YouTube のチャンネル登録者数が100万人、まあ、超えていて、で、ネットでの影響力、とてもあります。で、ネットでの影響力があるからと言って、じゃあすぐじゃあそれが票につながるかっていうと、まあそれはね、違います。で、やっぱりですね、政治の世界っていうのは、まあその国民のね、こう生活をどれだけ豊かにするのか、国民の生活をどれだけ守ることができるのか、そういうところがね、やっぱり議論されるところであって、まあ芸能人の暴露うんぬんかんぬんっていうのは、そう国民の生活とね、何か関係性があるのかって言ったら、まあそれはないわけですよ。で、その辺の部分で結構有権者、まあ、シビアに、見るし、で、あと、やっぱりガーシーさんのね、じゃあその動画を見て、じゃあガーシーさんに票を入れようという、ね、世代は、そこまでね、投票率、まあ、投票所に行くような人ではないんじゃないかな、というのもあって、じゃあガーシーさんが参議院選挙に、じゃあ出馬します、となったとしても、じゃあそこで有権者の投票行動が何か変わるかって言ったら、まあ、特にこう変わることはないと。ただやっぱりこう NHK 党とはからすれば、まあ、そうガーシーさん、まあ、ネットの有名人をね、その擁立することで、ニュースで、そう、ネットニュースとかで NHK 党の名前がね、こう露出しやすくなる。まあ、それによって、何か、参議院選挙でインパクトを残せるんじゃないかというような思惑を持って、まあ、擁立、しようと、まあ、してるんだけれども、まあ、それってガーシーさんにはあまり、まあ、メリットがない。まあ、あまりというか、まあ、ほぼね、メリットないよねっていう話なんですね。で、やっぱりそのガーシーさんが選挙に出てしまって、変にこう政治色がついてしまうことによって、じゃあそれで、まあその、ガーシーさん自身のイメージっていうものがこう損なわれてしまうこともね
あるんで、まあ僕は、ガーシーさんが、まあ、参議院選挙に出馬をするっていうのは、まあ現状反対だし、まあガーシーさんの今後の活動に、まあいろいろとね、支障が出るんじゃないかなというふうに、考えてます。で、やっぱりですね、まあ政治の世界っていうものは、まあいろんなものが渦巻く、まあ魑魅魍魎の、まあ世界ですし、で、まあガーシーさんは、僕はね、今現状のスタンスの方が、まあ似合ってるんじゃないかなと思います。で、やっぱり NHK 党としてはね、まあ今度のね、参議院選挙、まあめちゃくちゃ苦戦してます。で、まあそれこそですね、まあ2019年の時にあった勢い、もうそれね、陰りを見せているような状況で、まあなんとかね、そう、一票でも多く積み上げたいというふうにまあ考えている。で、その上で、まあその参議院選挙で何かね、こう党にとってインパクトを残せるような超有名人を擁立して、なんとか、その議席を取るとは言わないけれども、まあ票をね、取っていきたいっていうのが、ある。まあその中でまあガーシーさんに白羽の矢を立てたんじゃないかなというふうにまあ思っているんですけれども、やっぱりね、まあ、ネットを見てる層っていうのはね、まあ投票率、まあそんなにね、高いとは言えないです。はい。なので、まあガーシーさんが立候補をすることによって、まあ不動票の掘り起こし、まあそこをね、やっていきたいっていうのが、まあ NHK 党としての考えなんだけれども、ただ、まあそう簡単にうまくいかなくねっていうのが、まあ僕の意見でございます。まあ今度のね、参議院選挙なんだけれども、まあ、投票率そんなに上がらないんじゃないかなっていうふうにね、まあ僕は思ってる。で、そうなってくるとやっぱね、組織力を持っている政党というものが、まあかなりやっぱ強くなってくるので、まあその組織を持っていないね、まあ NHK 党自体は、まあかなり苦戦するんではないでしょうか。まあガーシーさん、まあ参議院選挙の出馬、あんまりおすすめできません。ガーシーさんが今やってる活動に政治色をつけたりすることが、まあ僕は必ずしもね、ガーシーさんが今後やっていく活動に何か、支障が出たりすると思うので、まあそこはおすすめしないということをお伝えしたいと思います。ということで、以上、水ニャンでした。